動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トーク番外編、今回は10月15日日曜日に行われます七日窓賞について展望してまいりたいと思います。いつもの3人です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、前回が銀河賞でございまして、七日窓賞ということで、まあ、2歳の重賞。これが一発目。ということで、まあ、この動画的には当然、初めて聞くお名前がいっぱい出てくるんですけれども。はい。はい。これ実際2歳の馬ってここまでにどのくらい数使ってるもんなんですか、これ。10回ぐらい。10回ぐらい。10、11、12。その中である程度力関係っていうのはもうある程度見えてる時期になるんですか？まあ、例年はね、農研一番時計出した馬がね、順調に育って、この時期はね、もう他は叶わないっていう状況なんですけど、今年ちょっと農研一番時計出した馬がね、ちょっと伸び悩んでるというかね、農研がピークだったんじゃないかみたいな感じになってるんで、ね。農研がピーク、で、ちょっとね、今年は抜けた馬っていうのがいないんじゃないかな。何回かな。ということは、ちょっと馬券的な妙味はあるかなと。あると思います。はい。ということで、ちょっと見ていきたいんですけれども、じゃあ、いつも通り、稲本ちゃん行きましょうか。本命何ですか？はい。金沢大魔王にしました。金沢大魔王です。なんででしょう？いやー、星雲賞走るまでは、前走、はい。ジェイコマンダー本命にしようと思ってたんですけど、はい、その星雲賞の内容がジェイコマンダーがちょっと悪くって、うん、で、逆に金沢大魔王が障害が上手くなって、はい、直線もすごくよく伸びてて強い勝ち方だったんで、はい、で、今回、そのジェイコマンダーと、俺はチャンピオン上位2頭と、10キロ差あって軽いので、はい、うん、それはでかいかなと思って。なるほど。はい。褒めにしました。褒めにしたと。はい、お子さん層の障害かかってる時間が18秒、17秒、14秒と。はい。上手ですね。上手ですね。金沢ブラックの、うん、まあ、子供ですし、血統もいいので、うん。はい。はい。ここからと。はい。対する生駒さんは本命は浜野大魔王。うん。はい。まあね、4頭の競馬だと思ってるんで。うん。で、うん、A1、9月3日の A1 のレース。はい。この1、2、3、4着のレースでね、4着まで 0.8 秒差で、その上位4頭で10キロ背負ってないのがこの馬だけなんですよね。はいはい。だったら、逆転して勝つんじゃないかなと。うん、で、まあね、まあやってみないとわかんないですけど、10キロ軽いっていうところを取って本命しました。うん、はい。これ、ここまでのこの10キロの差は何で出てんの？賞金。賞金。賞金。うん。で、たまたまこの馬だけ10キロ勝はなくて済む感じになってる。そう、今回はね。で、ジェイコマンダがね、前走勝たなければね、うん、570キロで出てたんですよね。きっちり勝ってきたんで、580キロになって、うん、この馬、まあ、僕が勝手に思ってる4頭の中では10キロ背負ってないんで。うん、その4頭はもう大体似たり寄ったり。うん。で、常に A1 条件でね、うん、この4頭が上位争いしてるんでね。はい。まあ、ちょっと、これまでのレースを参考にすれば、この4頭が1枚上なのかな、という印象がありますね、うん。はい。ということで、そこから相手ということになりますが、稲本ちゃん2番手は俺はチャンピオン。はい、はい。いや、もう、障害校舎で。障害校舎。はい。私の大好きな障害校舎なので、はい、まあ、初めて背負う荷物、重たい荷物なので、はい、うん、やっぱり障害上手な馬が有利かなと思って対抗しました。はい、対抗しました。この馬は生駒さんは黒三角。まあ、障害多分上がると思うんですけど、ただ、宗谷旋風の子供見てるとね、うん、荷物を背負ったり、ババがね、ちょっと渋くなると、障害で何出す馬が多いんでね。そのあたりがどうかなって。まあ、ただ前走もね、あのペースで行って一腰で上げてるんでね、大丈夫かな、と思ってます。はい。はい、で、生駒さんはその間に2番手にするのがミス高島。最初この馬本命にしようと思ってたんですけど、はい、ただ10キロの分だけ対抗にしてね、まあ、春先からね、この馬は牝馬重賞で、多分、そこそこやるよって調教師が言ってたんで。まあね、今年のボバ相手なら、チャンスあるんじゃないかなと思います。ということは、まあ、さきざき、黒いリスロあたりはもう多分この馬と。この馬ともう一頭ね、ここには出てないプランセスって馬がいるんでね、ちょっと牝馬は、その2頭は抜けてるんでね。はい。
で、今回、ボアとヒンバの差、そこまでない世代なんでね、ヒンバでトップ張ってる馬なら勝ち負けできるんじゃないでしょうかね。はい。で、稲本ちゃん3番手いきましょうか。ジェイコマンダー。はい。はい。まあ、もともと、本命にしようかなと思ってたので、はい。で、まあ、セウンショーで膝を打って、まあ、端コースだったんですよね。はい。で、今回も端コースなんですけど、1コースなんで、はい。10コースと1コースの端コースはちょっと違いがあると思って、で、前走はきっちり障害修正しましたし、ちょっと、まあ、持ってる力は上なんで。うんうん。どう違う感じ？その1コースと10コースと。1コースは、奥に、だからスタンドより遠いところってこと、ね、あ、そうそう、うん。奥の方にいて、で、調教助手さんとかの声が届くんですよね。はいはいはい、で、10コースは届きにくいっていうか、で、ほうほうほう、まあ2歳とかレース慣れしてなかったら、その声が近いとかは大きいかな。うん、ああ、そういうとこあるんですか。はい。おう、そう思ってるんですけど。生駒さんどうですか。まあ単純にね、10コースが重たいっていうのが一番だと思うんですよね。馬場的に。雨が降って軽くなればなるほど、やっぱりね、使ってるソールは締まってきますしね。やっぱり10頭立てが少ない分10コースは締まらない。砂がふかふかするっていうことがあると思うんでね。はい、で、まあ10コースと1コースならまだ1コースの方がマシかなと思いますね。はい。まあ、大体二人とも大きい印打ってるところが一致しているので、こんなところかなと思うんですが、さあ、どう買いましょうか。うん。駒さんどうしますか、はい、浜の大魔王、6番から、はい。5、9、1、馬単で。5番のミスタカシマと、俺はチャンピオン9番と、1番の J コマンダーに馬単。はい。3点。はい。はい。いやー、どうしましょう。まとまったかな？いや、あんままとまってないんですよね。はい、もう、馬単な感じではあるわけ？そうですね。3連単なんか買いたいな。ああ、なるほど。ってしまって、はいはいはい。で、4。うん。金沢大魔王を頭にして。にして。うん。2着、3着をどうしようかな。そうなんですよね。どうしようかな。Jコマンダーをもう2着にないと。うん、決めてしまおうかな。これを2着にしてしまうと、あ、なんか人気そうなんで。オーズ的に。はい。なんで、じゃあ、まあ、4、うん、金沢大魔王で、はい、俺はチャンピオン固定で、あとはもうこう流します。俺はチャンピオンは2着に固定ってこと。はい。はい。で、それ以外の、まあ、例えば J コマンダーであるとか、浜の大魔王あたりは3着に。はい。はい。という3連単ということですね。はい。はい、わかりました。だもう4頭5頭ぐらいの競馬になるということなので。でも、今の時点でその荷物の差っていうか、男馬女馬の20キロっていうのは、どんなもん？いや、有利は有利だと思うんで、ただ七冠馬土賞って何十年ぐらい牝馬買ってない。で、過去5年か3年ぐらい10キロ背負ってる馬買ってない。ああ、やっぱ、早い時期だと、背負ってる分し、うん、まあ、ただでさえちょっと重いとこに、ね、なるから。基本的に七釜賞ってもうペースが極端に速いから、ほう、去年とか1分20秒、一昨年でも1分30秒だったかな。うん、ちょっと考えられない時計で走るんでね、はい、うん、やっぱりね、10キロでも軽い方がいいのかなと。なるほど。そしたら、じゃあ、私はどうしましょうかね。そんなに力差がないんであれば、うん、女馬だけど、その分筋量、ね、荷物の軽いミス高島にしようかなと。うん。単勝。と思います。相手難しいし、単勝にしようかな。と思います。というわけで、七釜賞は10月の単勝。あ、ごめんなさい。はい。10月の15日日曜日の、発送は夜の8時10分となっております。まあ、いつも通りコンビニのマルチコピー機で新聞を出していただいてですね、競馬をご覧いただければと思うんですが、七釜賞の前に中央競馬では秋華賞もございます。はい。牝馬の戦いでございますけれども、はい。稲本ちゃん何か気になる馬いますでしょうか？ディアドラ。ディアドラ。はい、何故？いや、前走でしたっけ？はい、でしたっけ？シオンステック3位。これの勝ち方がすごかったので、後ろから来て。そう、ビューンと。ああいうの好きなの？なんかもう、あ、スター性があるんだみたいな。スター性を感じた。はい。自信持って、ディアドラ。はい。スター。言ってよかった。はい。生駒さんは、ラビットラン。ラビットラン。うん。なんでまた。
いや、馬よりウサギの方が早い。ウサギの方が早いから。ねえ、ウシトラウー。あ、それ、うん、昔の人の言うことは信じた方がいいかなと。そういうことですね、うん。前回買ったしね。うんうん、あ、名前だけでなんかな、うん、バーって見て、でもウサギ出てると。けど今のところ芝で負けたことないからね。じゃあ、勝つでしょ。案外そういうのの方が、ね、うんうん、うまくいくかもしれない。うん、ラビットランはだからそこまでずっとダートにしか使ってなかったんですけど、芝に使ってポンポンと2つ買ったんで。ああ、うん、楽ちんやわみたいな感じだった、ね。あるかもしれんね。はい。はい。はい。ということでございます。こちらはこちらでですね、コンビニで出していただきます。あの G1 特集号というのがございますので、こちらも一緒に、コンビニのワルチコピー機で出していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。